覚悟を決めましょう。戦いのステージは10メートルオープンです。研ぎ澄まされた集中力、先手必勝で悲願へ砂見和之。5年ぶりのヒノキ舞台、モチベーションマックス西原智明。一昨年の SG 制覇の感動を地元で再現へ篠原篤。 SG ファイナル7回目の挑戦、まだ見ぬ景色へ佐藤真也。ずしりと重い期待を活力に、攻めあるのみ荒尾聡。遠ざかった SG 制覇へ充実の今、千載一遇の後期金子大輔。大会3連覇へ屈指のスピードがうなりを上げる鈴木圭一郎。さらなる向上心で発展の一途をたどるナンバーワン青山周平。以上の8選手によりまして、オッズパークプレゼンツ SG 第42回オールスターオートレース優勝戦10周回5100m の戦いです。ブルーランプが消えて5秒進回転を始めています。3秒前、オールスターオートレース12レース優勝戦スタートしました。インコースから2番の西原、インコースから1番の砂見もインスタートを切っている。センターから篠原、さらには4番佐藤真也、鈴木圭一郎と青山は中段からの競争になりました。さあ2番の西原がまずは棋戦を制しました。内を狙った篠原でありますが、ここはまだ入りきれません。先頭は2番の西原智明。さあ西原、ここの10周回この位置を守ることができるかどうか。先頭は西原智明であります。2番手篠原篤、3番手に佐藤真也。さあ来た来た来た、3連覇がかかっている鈴木圭一郎、現在4番手。中段内側トライしてくるのは8番青山周平であります。残りは8周回、まだまだ先は長い。荒尾は後方集団、今7番手の位置に甘んじる競争になりました。さあ2番の西原が先頭でレースを牽引する存在になりました。先頭は西原智明、なりふり構わず勝利を目指して攻めあるのみであります。2番の西原が先頭だ。さあ篠原の後ろついてくるのは佐藤真也。今2番手に上がった2コーナー立ち上がり、鈴木圭一郎4番手、青山周平5番手の位置。3コーナーでは入りきれません。鈴木圭一郎4番手、先頭は2番の西原智明。西原が先頭だ。この位置を守ることができるのか。2番手から4番佐藤真也、そして3番手に来た来た来た7番の鈴木圭一郎、現在3番手。果たしてこの距離感届くのかどうか。さあ先頭争い、西原と佐藤真也の勝負になっています。西原が先頭だ、西原が先頭だ。我慢する競争になりました。残りは5周回。さあ3番手から鈴木一郎が迫ってまいりました。4番手青山周平はややいっぱいになっている。前輪かかった佐藤真也、外から鈴木一郎のまくり、食い止めている佐藤真也、食い止めている佐藤真也。切り返しの体勢から鈴木一郎、さあどうか、並ぶのか、並ぶのか。残り4周1コーナーでは佐藤真也の内側から鈴木圭一郎が並ぶ。ここで2番手に上がった鈴木圭一郎、先頭は2番の西原智明。西原が先頭であります。ゴールの向こうにある新しい景色に向かって西原智明、しかしここで鈴木圭一郎が捉えました。やっぱりこの男なのか。鈴木圭一郎が先頭に上がった。2番手には西原智明、佐藤真也前線しましたが3番手、青山周平は現在4番手に甘んじる競争になりました。4コーナーを立ち上がりまして、残りは2周回、2強明暗く切り分かれました。先頭は鈴木圭一郎だ。一騎当選の破壊力、道中中段からさばいて先頭に立っています。2番手は西原智明、3番手は4番佐藤真也、4番手青山の並び、体勢固まり始めておりますが、さあ2番手に佐藤真也が攻め上がる。ここで見せ場を作る。2番手に上がった佐藤真也、3番手は西原智明、4番手青山という並びになっています。最後のコーナーに向かっています。今年のオールスターオートレースは鈴木圭一郎がキラキラ輝く一等星となりました。地高の夜空へ歓喜の爆音が響き渡った。鈴木圭一郎3連覇。連複47の組1740円、3連単7番4番8番8000トンで70円、3連複478の組。注目の結果は？ではまずは優勝しました鈴木選手に飯塚オート5代目勝利の女神ルカより花束が贈られます。
では続きまして優勝インタビューさせていただきます。鈴木選手、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まずは優勝のお気持ち聞かせてください。かなり、エンジンが悪かったので昨日まで、夢のようです。オールスター3連覇かつ SG3 連勝となりました。そこに関してはいかがですか？いや、もう整備に、無我夢中すぎて、忘れてたのが良かったかなと思います。では決勝戦振り返りたいと思いますが、まずは試走での手応えというのはどうだったんでしょうか？まあ、一番良かったんですけど、正直レースしてみないと分かりませんでした。そして決勝のレース、まずスタートご自身なりにはどうでしたか？うまく切れたと思います。また道中のエンジンね、少し手応えはなかったっていう事前のお話もありましたけども、どうでしたか？今日はもう、回れば回るだけ、回転が上がってきて、いい状態でした。そして西原選手や佐藤真也選手をまくって見事一着となった、そこまでの10周やそして最後ゴールした瞬間というのはどういったお気持ちで走ってらっしゃったんでしょうか？気持ちには余裕あったんですけど、さばいていく展開になったので、あっという間の10周でした。さあでは最後にたくさんの方が投票してくださったオールスターです。ぜひ応援している皆様にメッセージをお願いします。はい、これからも、人気に応えられるように、いっそいっそ頑張りますので応援よろしくお願いします。以上、優勝しました鈴木選手でした。おめでとうございます。